6つのタイプの列車について説明したんですけど、はい、2回目は、東京から金沢までの直達タイプの輝きについてお話ししたいと思います。はい、それでは始まり始まり、イエーイ。まずは、はい、北陸新幹線は東京駅をビューンと出発します。はい、次は長野県長野駅に到着します。次は富山県富山駅に到着します。そしてそして石川県金沢駅に到着です。イエーイ。はい、そうですね、速達タイプだからね、はい、止まる駅があんまり少ないんですけど、はい、すぐ東京から石川に来れるということですね。はい、次の曲は私たちのセカンドシングル、スマイル方程式です。はい、ここにいる皆さんと私たち一緒にやりたいと思うので、今からちょっと曲の最初に手拍子をするところがあるんですけど、そこを皆さんと一緒にしたいので、ちょっと今から説明をしたいと思います。はい、はい、簡単な 2,3,4 拍子の手拍子なんですけど、タンタンタタタンタタタタンという動きなんですけど、それが終わったら皆さん手をグーにしてジャンピーンと一緒に叫んでほしいです。はい、とりあえず私たちがまずお手本を見せるので見ていてください。じゃあいきます、せーの、タンタンタタタンタタタタンジャンピーン。どう、この2人がやってたように友達とこうやってやってもいいですし、自分でわーってやっててもいいので、皆さんもぜひ一緒に参加してください。はい、それではじゃあ一回皆さんも一緒にやってください。はい、せーの、I'm sorry.
スーパーヒーロー。ジャンパーチャンアップ、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 ほら、いっせーの、君と。ワクワクやドキドキがたくさん詰まった曲となっています。ゆめ
の好きなところはどこですか、その曲の。ピューって I need you っていうところと、ピューって I need you っていうところがあるんですけど、うん、そこが かけているところがとてもいいと思いました。はい、はい、歌詞にも注目してみてください。はい、はい、それでは聴いてください。せーの。